木々が青々してますけど、ね、この間雪降ってからの氷川神社。はい、はい、というわけで皆さんどうもこんにちは。こんにちは。 TOW と書いて東野縫です。同じく東野海でございます。はい、ナビゲーターの大黒さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日もですね、こちら、はい、下茶の氷川神社お伺いしています。お伺いします。今日はお二人にですね、はい、私がすごいお世話になっている特別な方を今日ゲストに呼んでますので、はい、こちらの神社ともすごいゆかりのある方で、はい、こちらからもう私以上にスペシャルお話をなんか聞いていただけたらなと思いますので、小坂達也さんです。どうもよろしくお願いします。どうも、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 今日はありがとうございます。はい、ということでですね、こちらの下茶屋氷川神社で神道の心を伝えるという講座をいつも聞かせていただいているんですけども、はい、その活動をですね、全国で、はい、走り回っていて、家にほとんど帰ったことがないという旅人。どこに住んでるんですか？はい、空の下に。ということで今日は僕よりもすごい、いろんな深い話が聞けるんじゃないかなと思うんで、うん、小坂さんにいろいろお話聞かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。今どんな活動をやられてるんですか？はい、あ、はい、自分たちはですね、うん、TOW と書いて TOW という、うん、TOW、はい、音楽ユニットを、うん、やってまして、うん、でライブ活動であったりとか、うん、そうですね、今で言うと一番大きなところというか、うん、お話ししたいところであれば、うん、日本の文化とかをもっと伝えるために、うん、その前に、はい、この格好ということはどんな音楽やってるんですか？はい、はい、実はですね、うん、アコースティックユニットなんですけれども、うん、ちょっと和風な感じの、あ、和風な、はい、クールジャパンみたいな、クールジャパンみたいな、うん、ね、音楽をやっております、はい、いや、要はその日本の、はい、まあ、元々ね、ロックっていうのはアメリカの民謡ですからね。そうですね。ですから、なぜ日本人がアメリカの民謡をやるんだって言われてね、うんうんうん、ドリカムなんか帰ってきたって言われてますけど、やっぱり日本のは日本の音楽をね、でこれもね、日本人というのはね、伝統そのままじゃないんですよ。うんうんうん、伊勢神宮も行っても分かるように、うんうん、ね、衣替えするんです。あ、ね、だから昔のものをそのままではなくて、うん、常に新しく衣替えをしながら昔の伝統を守っていくというね。あ、なるほど。ここがね、やっぱり音楽で表現できるとすごくいいんじゃないですか。そうですね、温故知新的な感じですね。そうです、不益流行ってね、はい、そんな感じで、じゃあ音楽はそうですね、うん、やっております。まあ、今多分流れてるんでしょうね、はい、バックで、あ、バックでね、流れてるかもしれないですね。一緒流れている。で、はい、その先の続きは、あ、そうですね、今は、今まで日本の中で、うん、まあ、特に関東を中心にやってたんですけども、エマージェンザという大会がありまして、うん、でバンドコンテストなんですけど、それで日本に代表になると、世界、まあ、要はドイツなんですけど、ドイツで各国代表と対戦というか、まあ、戦いっていうわけでもないんですけど、うんうん、それぞれの音楽をぶつけ合うっていう大会がありまして、うん、そこで日本の代表として日本の良さっていうのを伝えられたらなと。総勢どれくらい集まってたんですか？あ、バンド数ってことですか？200ちょっと足りないぐらいかなと。そう、でその中で今、うん、はい、どれくらい絞られて、実はですね、この前準決勝がありまして、僕も応援に行ったんですけども、うん、準決勝の中で1位だけが通過できるっていう時にですね、なんと圧倒的1位で決勝進出が決まった。それは素晴らしい。ありがとうございます。うん、なので次は6月30日に、うん、まあ、全国から1位と、それからまあプラスでワイルドカードっていう仲間が集まるんですけど、うん、その決勝大会に出て、うん、でここの決勝で、まあ、皆さんがですね、なんか挙手するらしいんで、この曲、うん、バンド良かったって、うん、で上位6位になると審査員のなんか審査にかかるらしいので、はい、まあ、できたら皆さんもですね、じゃあそのなんかプロから見る目線だけではなくて、はい、やっぱりこう監視を引きつけるような魅力を同時に必要ですよね。そうですね、はい、それすごい、ぜひ、はい、ぜひ、はい、ぜひぜひ。で同時にその音楽が和のをやってるだけではなくて、はい、今こういう神社を紹介してるっていうのはどういう意図があるんですか？もう単純にですね、自分たちがこういう服装で、うん、その日本の音楽というか、うん、日本の文化っていうのをもうちょっと伝えていくべきなんじゃないかと、うん、日本人として、うん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 、って思った時に、やっぱり神社っていうのはどうしても切り離せないところにあると思ったんですね、うんうんうん、でそういう神社をもっと、うん、ピックアップしていくような活動をって考えたときに、意外と自分たちの周囲の人たちが神社とか神道ってものを
全然知らないというか、うんうんうん、その例えばお寺と神社の違いみたいなものもよくわからないとかっていう方もやっぱり多くて、で自分ももちろんそっち側だったんですけども、もっと日本人としてその宗教ではなくて文化であったりとか、そういう伝統っていう意味で知っておくべきところもあるんじゃないか。なるほど。これもね、皆さん混乱すると思うんですけどね、例えば楽器で言うとさ、あの尺八であるでしょ、はい、あれって楽器じゃないって知ってますか。え、そうなんですか。そうなんですよ。だからあれはあの他人は触ってはいけないんです。え、そうなんですか、うん、しかもあれはね、仏教と神社どっちだと思いますか、あの楽器。仏教ですか、うん、そう、仏教なんです。あ、そうなんです。だからこういうのは仮装をかぶって、あ、そっか、ね、そうですね、あれはお経なんですよ。あ、そうだったんですか。だからね、あれは他人が触ってはいけないわけですよ、っていうふうにね、その区別もわからないでしょ、だから和の感じで神社だったら、あ、尺八音楽合うかもしれない、でもそれ使ったら NG なんですね。なるほど。まあでも NG っていうか、まあそれはまあ明治以降ですから、今はね神仏分離になったけど、もともとは神社の中にねお寺もあったから、まあ、まあどっちでやるっても構わないんだけど、あの本質は あのあれは お寺の楽器なんですね。うん、なるほど。初めて知りました。ね、確かに雅楽に入ってないですよね。そうそう、楽器そういえばそうだ、入ってないでしょ。確かに。そうなんです。まあそういうこともね含めてね、はい、なんかこの神社のね本質っていうか、まあ、神社の中心にはやっぱり八百万の神がいて、はい、皆さんはね神社に会いに行ってるんじゃないんですよ、八百万の神に会いに行ってるわけでしょ、はい、でなのに皆さん神社に手を合わせてるんです。だからそこの神様が誰だかわからない。ああ、確かに。そうでしょ、まあ、今日この氷川神社ですけども、はい、でこの氷川神社の神様って誰だか当然ご存知ですよね。あ、はい、はい、誰ですか。はい、スサノオの。そうです。なぜスサノオでしょう。なぜスサノオがこの地に鎮座しているのか。あ、氷川神社というのは川の氾濫が地層の地域に多いと聞いてますけれども、うん、川の氾濫を力で沈めるためにスサノオさんをお祭り、はい、なるほど。じゃあなぜ川の氾濫を沈めるのがスサノオなんでしょうか。はい、スサノオさんが力の神様だからなるほど、ということでしょうか。なるほど。ちょっとだけ違いますね。はい、さあここで問題です。なぜここに、佐野が鎮座したのか、ね、3つの中から選んでください。じゃあ、1つ目はね、佐野っていうのはね、サブ、アラブルっていう意味なんです、うん、だからアラブルというその力で制したというね、それが1つ、はい、2つ目はもともとやんちゃなんです。ね、御殿に糞をまき散らかしたりね、いろいろやったわけですね、はい、だからもうそういうやんちゃな あれがなんか力となってね、この川を制したのか、最後もう一つですね、ヤマタノオロチというのがいたでしょ、はい、あのヤマタノオロチと戦ったからなのか、さあ3つのうちどれでしょうか。